まあ、創業が明治10年、1877年の創業と聞いております。まあ、私で5代目ということで、まあ、原築の伐採、そして加工、施工、まあ、主に竹垣の施工をさせていただいております。で、京都の伝統工芸である京明竹の白竹を、まあ、製造させていただいてまして、主にお茶道具であったりとか、すき家建築材料であったりとか、そういったものを手掛けております。そしてまた料理の器ということで、まあ、青竹の酒器であったりとか、お皿であったりとか、そういう器のものも作らせていただいております。まあ、節友軒なんですけれども、まあ、お家元から命名していただきまして、節で遊ぶところということで節友軒、節目節目を大切にっていうことを、まあ、きっと竹になぞっていただいたんじゃないかなと思いますし、私がこの場所を道場っていう、まあ、気持ちを込めまして、その言葉に別の言葉で置き換えたら節湯っていう言葉があるそうです。で、その節湯に習って節で遊ぶところ、もう本当に我々竹屋にとってはもうぴったりの名前だなと思って、大変光栄で思っております。まあ、多くの方にお越しいただいて、ここで一服差し上げたいと。そして、まあ、日本の文化のこと、そして竹の話、そして茶道の魅力をここで皆さんと語り合いたいなと。そしてこれからどう生きていけばいいのかっていうことを、竹を通して、そしてお茶を通してヒントになる場にしたいなと思って作りました。まあ、我々の竹屋ですから、竹の伐採、まあ、つまり命をいただいて、ものを作らせていただいている。そしたらその竹の命に、竹そのものに、感謝申し上げる場所を作りたいということで、伏見稲荷からお御霊をいただきまして、そして良い竹の神様ということで吉竹の狼をお祭りさせていただいております。この節友軒という言葉をいただいて、これからもこの場所を節で遊ぶところということで、まあ、頑張れという、まあ、エールをいただいた言葉に、私は今度はチャレンジと、これからもお茶とともに歩んでいきますということの気持ちを込めて、竹やぶの中に小道を作りまして、その小道をチャレンジという名を付けました。まあ、このチャレンジなんですけれども、今きっと聞かれた方はカタカナでチャレンジと、挑戦ということを想像されたかもしれませんけれども、我々茶道をしているものとしては漢字で書こうと、茶を練る道ということでチャレンジ、このね、作ったその一番のきっかけは、私が京都西青年部の部長をさせていただいた時に、活動方針レッツチャレンジ、一緒にお茶をしましょうということを掲げて活動してまいりました。意外とはもう僕の中で自分で気に入っているところもあったんで、卒業してからも、そしてこの言葉の通りに、これからも人生もお茶と共に歩んでいきたいっていうことを考えております。まあ、ものづくりを通して、まあ、竹の魅力を感じていただきたいなと。最近なかなか物は買うものの時代ですけども、自分のこのイメージしたものを世の中に一つしかないものを作っていただきたい。特にお茶の世界ではやっぱり茶杓を削っていただくことで、多くの気づきと学びが感じていただけるんじゃないかなと思います。この節友軒に来ていただいて、ものづくり、そしてお亭茶をできる場所ということで、ものづくりをしていただくことで竹の魅力、そして普段使っている、まあ、お箸もそうなんですけども、何気なしに使っているものの魅力の再発見、見どころを自分が一削りすることで感じていただける、
そういう機会を多く作っていきたいなと思っております。これからもお茶を通して日本の文化を魅力を竹の魅力を広げていきたいなと思っております。やっぱり京都の伝統工芸である京銘竹白竹っていうのをこれからも製造して、その竹の魅力である白竹の魅力をお茶とともに伝えていきたいなと思っております。